今日ファイターズ先発は松岡でした。マリンズ2回の攻撃、ワンアウトランナーなしから早水、左中間へのこれかなり深い位置まで転がっていきまして、ツーベースになります。しかしその後ワンアウト2塁から三木をライトフライ、タッチアップで3塁に進みます。今日はライトに郡司が入っています。そして勝俣は落ちるボールで空振り三振、スコアリングポジションにランナーを背負いながらも無失点でマウンドを降りました。2回です。2回裏ファイターズ2アウトランナーなし、ピッチャー中森のまっすぐ、今日ヒーローの郡司が大田さん捉えましたね。そうですね、追い込まれた後はねしっかりと振り切りましたよね。はい、見事でした。一番深い宇宙間に飛んでいく、本人はね風とか言ってましたけど風関係ないですねこれ、はい、しっかり打ってますよ。1対0ファイターズ先制です。3回表マリーンズの攻撃、ツーアウトから松岡、井上にフォアボール、そして山本大斗にデッドボール、ツーアウト一塁二塁になったところ、菅野に対して1球目がこのボール、甘いボールになってしまいました。これを逃さず打った菅野、タイムリーツーベースで2点取りまして、マリーンズ逆転1対2。4回です。マリーンズの攻撃、この回も尾形さん、これ早水と三木というところで連続フォアボールデッドボール、同じような展開で、これ結果だけ見ると、まあ、もうちょっとストライクゾーンで勝負してもいいんじゃないかっていう球ありますから。そうですね、はい、まあ、もちろん本人は、ね、そういう気持ちあるのかもしれないですけど、もう少し丁寧さというかね、コントロールをつけていきたいですね。平沢もフォアボールデッドボールでランナーを井上に返されました。これで1対4。4回裏ファイターズの攻撃、2アウト満塁、坂口、ショートへの打球、途中出場の金田がボールを取ることができませんでした。その間にランナー2人返って2点返して3対4、1点差。ゲーム後半です。6回裏ファイターズの攻撃、ピッチャーは東條に変わっています。浅間のこの当たりです。いかがでしたか改めて。ちょっと上がりすぎたかなと思ったんですけど、まあ、それでも風に乗りましたね。ナイスバッティングですね。同点ソロホームラン、角度を持ってますよね。はい、今シーズンファームで第3号、4対4の同点。ワンアウト1塁2塁から、これ坂口の当たり、セカンド早水が送球エラー、1点取って、これで勝ち越しですファイターズ。なのでマリーンズのエラー2つに共に坂口が絡んだという今日のファイターズ。そして古巣対戦の福田光輝、昨日は犠牲フライ、今日は2点タイムリーヒット、会心の当たりとはなりませんでしたが、いいところに運んで、はい、運んでいきましたね。そして8回表です。マリーンズ2アウト1塁、ピッチャーは宮内、今日タイムリーの井上が、宮内からこの当たりです。いかがでしたか尾形さん。まあ、今日の失点はほとんどデッドボールとかフォアボールの後の1球というところで泣いてますからね、はい、このあたりね、反省するところかなと思いますね。ただ最後のバッターに対してはアウトコース直球で締めくくったという、うん、そうですね、2イニング目は落ち着いてましたね、はい、最後は宮内が抑えてファイターズ5試合ぶりの勝利を収めています。連敗は3でストップ。